あれ？え？お疲れ様でーす。どうしたらいいか。どうも。あれが来いって言うから。まあ実はね、はい、こんなこともあろうかと、うん、店長呼んでおきましたよ。ラーメン食べたいし店長やっぱり。大体予想はつくねんけれど、はい、なんか帰れま店的なノリだ。ああそうなんだね。頑張っていきたいですよ。おめでとう。まあラーメン1枚つなげるまで帰れません。もうこれラストです。もう1枚最後です本当に。伸び伸びやん。あたりでいきますよ。もういっぱいせっかくなんで。もうこの時間ナショナル入る。ああ行くな。ああ行くな。男前。行きますねやっぱり。メントスの入ってないコーラ美味しいわ。おすすめはうま味噌なんですか。じゃあはいそれで。じゃあ塩で。塩で。いや僕はしとったんよ。なんか今日来てって言われた時なんかしたんけど、いやもう食べ終わったんでね、気分いいっすわ。もう俺もやり終わったんで、すいません。あらでしました。ありがとうございます。いやあ美味しいの。うまいっすか。うん、塩めっちゃうまかったですね。昨日さ、お前ら俺ダイエット用品を食べながらさ、なんで今日はこんな深夜にラーメンなの。お互い3年前もするんでしたもんね。そうテンションとだいぶ儲けますね。店長、あの動画のタイトル知ってます？ん、全体的に痩せらしてみたとか、そんな。いや、店長激太りハテナ、太りすぎた店長の顔が明らかに北の指導者だ。お前らそのうちさらわれるんちゃう。こんな夢やったらこのラーメン屋連れてきたな。そうそう。うまいわザンス。いやなんかほんまに動物園で餌見てるみたいな感じ。失礼しちゃうわ。だからほんまにもうくんがりすごいですよね、この弁天屋とユラシャがやっぱり。ガッテリやっぱり。ガッテリやっぱりこれ、有効条件結んだよ。いや、いかがくんでしょ。日米和親条約だよ。やっぱ何かがあるで、ここにはやっぱり。北朝鮮と。そんなになんか有効できないのに、ラフでやった時妙に予想してほしいときは。店長は北山将軍で、やっぱこっちロシアのマフィアなんで、僕は日本のドナルド・トランプって言われてるんで、やばいね、揃ってるんじゃない。今話されてんの俺やんけ。店長、速攻行きましたね。おお、早い、さすが。いや早いな。おいしい。ちゃうね、この3人とは。僕だ、僕だ、喋っても。こんな口だけ番長と一緒に。いやー終わりましたか店長。うん、やりました。やった。というわけで今回はね、ラーメン屋さんで1枚つなげれば帰りません。なんとか達成しました。やったー。しかし、はい、実はこれ今回の本題ではないんです。実は今回は企業案件、実は裏ミッションが発動しておりまして、